はい、こんにちは、モアです。こんにちは、スカイです。はい、えー、本日も YouTube と、えー、Podcast でお送りしていきます。で、はい、えー、まあラ,ラジオ感覚で聞いていただければいいかなと思います。映像ないからね。そう。<laughs> 本日は LINE アットをやった方がいいっていう、僕提案、僕発信ですね。うん。の、えー、話です。 確かに今、LINE アットはね、レストランとかも、あとは個人の商店の人とかも結構やってる人はね、多い人がやってるよね。で僕としては、この使い方だよ。LINE アットもちろんやって、そうやってその仕事にこうつなげていくのはめちゃくちゃいいんだけど、うん、これなんだろうな、メモをするじゃん、なん普通のメモ。 何でもないメモっていうのはさ、うん、iPhone の機能にももちろんあって、うん、あるかなと思うんですけど、うん、それをあの昔 LINE ってズルできたのよ。ズル<る>。これだいぶかなりグレーな話だけど、うん、今じゃ絶対無理なのよ。うん、アカウントを2つ持つことができたのよ。へえ。 昔大昔の話ね。うん。ガラケーの人。ああ<ー>、<で>なるほど。やり方はあんまりまあ今は絶対できないからだけど、ね、ガラケーのラインと、うん、例えば iPad とかタブレットのラインで別案件なのよ。うん。で、2つ持つことができたっていうことがあれなんだけど、その結局スマホだと多分できないかなスマホと iPad は多分できないから、ガラケーと、 えー、iPad はできたのよも,うもうガラケーもサービス終了してからねそうね、うん、今もできるかどうか分かんないけど多分無理かなうんほぼほぼ、うん、大学俺はもう何年前もう10年とか前かなにそれをやってて、うん、で LINE2 つアカウントあるといいことが結局その,メモを送れるのよねうん、うん、自分に友達に送るんじゃなくて自分に送ることができる、うん それを俺は今 LINE アットを使ってもちろん仕事でも利用してるし自分にこう送るメモとしても利用してるっていう形で LINE アットを使ってるんだけどこれめちゃくちゃいいのが結局通知がいくのよ自分にそう通知がいくから忘れずにメモができるとるねそう リアイフォンは標準の機能でリマインダーがあるあるんだうんで時間も設定できるから何時になったら何時のアンドロイドないからなだからそこの点があるかな俺はアンドロイドだからっていうのは余計にあるのかもしれないうーんメモを使うっていうよりも LINE アットを使ってメモしちゃってるうんうんうんあとパソコンで LINE って使えるからうん パソコンでなんか気になった文章とか、うん、あのメモしたい文章を携帯の方に送る時に、えー、LINE アットを使って送るっていう感じのことをしてるうん、うん、そうだからまあ通常の使い方とは異なるけどもちろん LINE アットを使い方としてはその仕事として考えるとめちゃくちゃ使いやすいけど俺はそのメモ代わりに使ってるかな。また面白い使い使方はね 多分これは人によってもちろんその集客っていう意味では SNS だからえめちゃくちゃいいと思うんだけど自分になんつーの仕事をしてないっていうかその会社じゃなくて個人でも別にやれるじゃんあれって LINE アットって作ることできるよね多分ね。 うん、だからその何が何でもその会社で使うとか個人,になった個人営業主になったから使うとかじゃなくて、うんうん、一般の人でも使ってもいいんじゃないか無料だから無料でできるあれがあるからう、ねうん、一般の人でも使ってもいいのかなっていうのは思うかな。うん、それで会社に入ってる人だったらそれでさラインアップを。なん 仕事関係なんうのう友達と仕事のランクがあるじゃん、うん、そこで分けちゃってもいいかもねあ確かにね、えー、そういう使い方もいいねそういう使い方もできるし、うん、一斉にあのみんなに送信みんなに文字メッセージ送りたいっていう時は、うん、絶対 LINE アットの方が使いやすいし、うん、全員送信できるからそうだね一斉にできるもんね そうただできないのがあのアルバムを作ることができないからそこだけちょっと不便かなっていうのはあるかな確かに写真とかやり取りするときはちょっと不便かもね、うん、そう写真とか共有するときはちょっと不便になるなう違う LINE じゃなくて違うギガハリビンとかドロップボックスとか,のかそうそうそうそっちになるかもしくは本ちゃんの LINE に持ってくるしかないからそうだね難しいところはあるけどでも一斉に、ね、メッセージ 送りたいっていう時は絶対 LINE アットの方が楽ワンボタンでいけるから確かにそういう使い方は全く思いつかなかったねそうだから全然一般の人でも使っていいと思うんだよね LINE アットってあんまりまだ知られてないかなって思う、ね、そういうほんにもう個人っていうイメージが強いよねそ<う>きっとねじゃなくて全然個人で使っても俺としてはいいのかなっていうのは思うかな パソコンにある画像を送るのってめ面倒くさいじゃん、うん、それでも LINE でポンって投げればもうそのまま送ることができるから俺インスタなんてそうだよインスタの画像なんて自分の LINE に送ってっていう感じでやってるからあすごいねクラウド代わりしてるだねそうそうそうクラウドはわいのもいいけど全然 LINE そっちの方がね今。 インスタのよくないところはそこだよねインスタパソコンであげられないっていうのはよくないところかなと思うんだけどまあもうそう仕様だからねもうそうスマホに持ってこなきゃいけないからね画像確かに面倒くさいから俺は LINE を使ってなるほどねうんまあ iPhone 同士だったらあ,のあれができるからそうだねヤドロができるからねそういいんだけど iPhone と Android を使ってる人 iPhone じゃねえや Mac と Android を使ってる人は特にそういうラインアットを自分に送るっていう面で使っても面白いんじゃないかなっていうの、うん、あとはちょ,ちょっと話ずれるけど写真を撮影することだけを考えるのであれば、うん、Android の人だったら Google フォトがいいよねああ Google フォトあるよね、うん、全然使ったことないよ俺あれもまあ,あのアルバムまあアルバムでもいいけど普通に写真をアップロードしちゃえばアプリでも見れるから そうラインアラインアットのいいラインアットじゃねえラインで俺を送るメリットは、うん、あの画像共有するメリットは俺のこのなんつうの並んでくれるからいいんだよねあの前回前前回とこう同じ人だから分かるあ<ー>いいんあそっかそっかタイムラインに流れてくれわけかそう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 確かにそっかそっかおそうやり取りがさ複数人になって かんなくななくりそうじゃないグーグルフォットってどういう仕組みか分かんないけどさ、まあ、あ結局そうねユーザーごとに許容はできるけどグループ作ったりただあそうだよねまあデバイスの問題で、うん、アプリを最初かまあ LINE はさもう吹けるほぼ100%だからうんそうね。れそれはあるそれはそういうハードルはね導入面のハードルはそうだからあのもうさフォルダ分けができてるじゃん要はうんうん だからスカイさんっていいう人がたり自分がいたり自分の親がいたりっていう感じでもうフォルダ分けができてるじゃん,うん、うん、でそこで割り振っていくだけだからあこの写真ってあの人と撮った写真だなって思ってそれで遡って見ることができるじゃん,うん、うん、そうだからその便利性は LINE はあるんだよね、うん、そうあとやり取りどんな LINE のやり取りしてたんだろうって見ながら 写真見たりできるからこういう話したなとかっていうのを思い出しながらさできるからさ LINE のいいところはそこかなと思ってんの画質落ちちゃうけどねまあ気になるレベルだからね大きくブイントしない限りはそう SNS に上げる分には全然問題ないからうん、うん、だからねあの写真印刷をしたいっていう人に対してはやっぱりあの DVD を送ってるからそっちから印刷してくださいっていうふうには言ってるんだけど、うん、そうだね そうだから LINE アットの使い方としては俺はそっちかな画像を送る画像をそういう自分に送ったりまあ対メモしたりとかそうでもそのメモ側に使うっていう方法は確かに考えついたことなかったからそれはすごいめちゃくちゃいいいい使い方だよねいいきっとね、うん、だってさそれこそ,そうこうやって今パソコン今パソコンでこう収録して パソコンを見なもう携帯一切は見てないんだけど、うん、今携帯にメモ書いたやつを今パソコンで LINE 開いて見れることができてるからうん、うん、ここの共有ができるんだよねそれはすごい便利だよねすごく便利だからどっちでもね結局パソコンでこう送ってメモしたやつを携帯で例えばインスタにあげるのかっていうのもできるから、うんうん 両方の使い方ができるからかなり便利かなうんっていうのはあるかなこれは確かにねそうだから個人でも全然ラインアット始めてもいいんじゃないかなっていうのは俺は思うに、ね、無料だしねそうでみんなやってない絶対やってないねみんなねうんまあそもそもラインアットのサービス自体はあまりなじみがないからね確かにラインアットって何なんだよっていうところだよねそう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 絶対みんな そうだからこれは非常に使いやすいいと思うんだよね使い方さえ覚えちゃえば。うんうん、ってな感じですね。まああとは単純に仕事で使うっていうのは、まあ、その他の何て言うの使い方っていうか、うん、本当にガチな仕事の使い方は使い方であるからそれはね教えてもしゃあないかなっていうのはあるんだけど。 こういう使い方もありますよって一つの提案ですよね。っていうな感じです。はい。大丈夫ですか大丈夫です。<laughs> まあ、ラインアットをやった方がいいんじゃないかなっていう話ですよね。ねでも確かにいろんな使い方がね、本日は大丈夫です。以上になります。はい。良い一日をお過ごしください。はい,良い1日を